先生がワークシートの PDF を取り込んだ後、児童生徒へ課題を配布します。配布というボタンを選択します。今回は何も指定せずに配布するを選択します。先生が児童生徒へ課題を配布しますと、画面の右側にあるように児童生徒の手元に配布された課題が表示されます。その課題を選択すると、先生画面に出ているようにその課題を選択した児童生徒の名前が一覧で表示されます。今回はこの課題を鉛筆ツールを使って取り組んでいきます。先生側の画面の方には取り組んでいる児童生徒の書き込みの様子がリアルタイムに反映されてきます。先生はこの回答一覧画面から児童生徒の取り組みを確認して一人ずつコメントやアドバイスを送っていくことができます。例えば河合さんに注目してみましょう。先生からこの子にアドバイスを送る際には、画面の右上に表示されている吹き出しボタンを選択します。選択すると画面の右側からコメントを入力することの欄が出てきます。このようにアドバイスを送ることができます。そして児童生徒が課題に取り組み終わったら、児童生徒の画面の右上にある提出というボタンを選択します。これを選択すると課題を提出した児童生徒のキャンバス画面の右下に提出済みという表示が出てきます。これによって先生はどの児童生徒が課題を提出しているかそうでないかというのを確認することができます。また、まだ課題に取り組んでいる提出していない児童生徒がその課題に対してわからないという意思表示をする際には児童生徒画面の右下にある赤い顔ボタンを押します。これをクリックすることで先生画面に表示されている児童生徒のキャンバス画面の右下に赤い顔アイコン、わからないという意思表示が表示されます。一方、課題がわかった場合は緑の顔ボタンを選択します。選択するとこのように緑の顔アイコンがキャンバス画面の右下に表示されていきます。スクールタクトを使うことで、児童生徒の取り組みを先生がその場でリアルタイムに確認することができるようになります。以上、紙で印刷したワークシートを PDF で配布し、児童生徒が課題に取り組む方法について解説いたしました。